ち滝は、那智原始林にある64に達する多くの滝のうち48の滝を滝籠行の行場として、番号と諸宗教に基づく名が与えられていたものを総称したものである。那智山中の滝は古くからあり、延喜7年には清倉が滝修行を行ったと、扶桑略記は記し、西岸都寺開山と伝えられる裸形上人を、はじめ、円の小津伝行大師、弘法大師、智勝大師、永号といった、那智七千徳が千日行を遂げたと、熊野山略記は伝える。こうした修行者たちだけでなく、花山法大森の滝の断崖上に湯を設けて千日、滝籠行をしたと伝えられ、那智山における滝籠行場として、修験道の重要な行場となり、中世から近世にかけては、全国から数多くの修行者が参集した。このように重要な行場であった、那智48滝であるが、厳格さや秘密性が特に強く、滝のある、那智山内の原始林は、禁足地とされ、行法や作法の伝授のみならず、所在もすべて社家一思想伝の句伝のみに委ねられていたため、詳細を伝える文献記録は極めてわずかなものしか残されていない。熊野山略記は那智七滝の名を挙げ、文献によっては、那智12滝とするものもある。聖護院門跡による文化3年の入法に際し、滝修行先達大倉坊に属する関西、来渡の両名が、門跡の案内に当たったことを機に作成され、嘉永4年に書写された、明老祭諸行書案内、さらにその子孫である、鈴木忠千代による1889年の記録などがあるに過ぎない。しかし、明治時代の神仏分離令、修験道廃止令によって、これらの行を支えた神仏集合的な信仰が失われたことにより、明治初期以降、滝修行は廃れ、那智48滝の実像は不明となっていた。こうした状況にあった、那智48滝の再確定に取り組んだのは、西岸都寺副住職であった高木良英であった。高木は1987年に死去した西岸都寺住職であった父、高木良光の遺品の中から山伏の装束一式を発見し、熊野修験の再興への父の思いを知ったことを機に、熊野から吉野へ向かう準備による大峰奥掛け行の再興に取り組み始めた。翌1988年、高木は、熊野から吉野へ向けての準備による奥掛けを実現し、ついで1991年、那智48滝における滝行の復活を目指す高木らによるプロジェクトチームが山中の調査を行った。前述のような事情により、48滝に関する文献資料は乏しかったが、南画家、稲田米花2月23日の1985年12月6日による那智48滝図鑑が大きな手がかりになり、悪天候や山中の狩り開きなどの困難に見舞われたものの、80日間で調査を完遂し、その記録を那智大社と西岸都寺に奉納した。翌1992年、高木らは那智48滝開放行を再興し、以来、西岸都寺による大峰奥掛け行の一環として、毎年執行されている。これら48の滝は、那智山内にある、元谷、東の谷、西の谷、新客国の4つの谷に点在し、西岸都寺による滝修行では、毎年1月に2日間で巡っている。第48番の内陣は、修行者各自が内観すべきものとされ、物理的な実在ではない。那智1の、滝添の滝初井の滝海やうりの滝東美宝国の、滝那智2の、滝那智3の滝父利滝秩の滝中津の滝天神の、滝北の滝たすきの滝歩道家、利の滝な面領の滝金山の滝渡ると葉の売りの、滝裾領の滝九九の長谷の滝吉見領杉の、滝大日霊所、滝東馬面の滝梅無の滝東力の滝、たたらの滝恵み生地の滝玉、春の滝上げり系の滝とろきの滝かぐうとっちの、滝玉の滝稲火の滝ガラスるきの滝、ひつきの滝味のの滝みな味の滝中悟の滝、なるうかがいたれいの滝よるみの滝、ぬの里ちり滝玉、やすし滝富の滝くずりゅう滝はにやすの滝ましむの、滝つくよみの滝てりにしえの滝内陣の滝。ありがとうございます。